です。藤原紀香さん。そして今回新たなキャラクター魔法使い役で登場です。実は 3D バージョンをもうすでにご覧になってらっしゃるそうで、あ、私拝見いたしました、はい、いや素晴らしい。皆さんもね今日 3D でご覧になったんですよね。そうなんです。あれまだメガネをかけてる、あ、かけてないご自分のですか。あの僕もメガネをかけて見たんですけどもね、 3D 最高ですよね、シュレックのね、ありがとうございます。もうシュレックのためにこういうのがあるんじゃないかと思うぐらい素晴らしくて、僕は本当に感動しまして、あのドリームワークスのこのやっぱり技術、この 3D のクオリティはものすごいなってことを感じました。はい、まあ、カッツェンバーグさんをして世界で最も美しいフィオナとおっしゃってました藤原紀香さん。10年間のフィオナをずっと、はい、もう本当に分身と先ほどおっしゃいましたけれども、どんな思い出が残っていますか。一番やっぱり思い出はカンヌ映画祭かな。テレビに映らないところが一番面白くってその後のパーティーですごくあのアントニー・バンデラスさんとかアンジェリーナ・ジョリーちゃんとか一緒にお船に乗るんですよ。その船に乗ったらもうすごく素敵なパーティーで、みんなそれぞれジャスティンさんが歌い出したらアントニオ・バンデラスさんがこうドラムを叩き出して、で私とジョリーさんがこう手でだん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 こう床を叩きながらとか、みんなでセッションが始まった時にすごいみんななんか多彩でね、ですごく話も面白くって最高の思い出だったですね、うん、シュレックファミリーに参加ということになりました劇団ひとりさん。はい、ありがとうございます。驚きですよね、劇団ひとりさんの演技力。ありがとうございます、ありがとうございます。素晴らしい。すいません無理やりなんか。いやでも本当器用ですよね。あ、いえとんでもないです。厳しい現場でなかなかこう妥協しないというか、ええ、もう本当一言一言ここはこうでこうでこうでつって全部やって、もう撮り直してとか、次の日前の撮ったやつとかも撮り直したりして、だから本当に辛かったのでできて嬉しかったです。本当ですね、はい、でもそういう半分愚痴です今実は、ええ、うちの嫁が以前シュレック出てるんですよ。は、出てます。あの全然浸透してないみたいですけどシンデレラかなんかの役ですよね。そう出てるんですよ。たくさん出てきますよキャラクターが、 その中の一人として。そうです、まあ、その他大勢みたいな言い方しないでください。人の嫁をそういえばちゃんと役をもらって、だから夫婦で、あの同じシリーズに出れたっていうのはすごくいい思い出です、はい。